山手から見た戦前の横浜港。中央左寄りの一番大きな建物がバンドホテル。バンドホテルとは1929年から1999年まで横浜市中区新山下で営業していたホテルである。元は山下町にあったクラブホテルの流れを引き継ぐ形で在日のドイツ人が企画し、 1929年12月に木造2階建てで創業した。関東大震災の被害を受けた横浜の本格的な復興が始まろうとしていた時期で2年前にはホテルニューグランドが開業している。海岸通りを意味するバンドの名の通り、ホテルは港の見える丘公園の麓にあり、当時は目の前に海が広がっていた。 1930年には1階のホールで日本初の国際ダンス大会が開かれた。1937年にはバンドホテルが舞台だと言われている阿波やのりこの別れのブルースが大ヒットした。1940年弁護士の斉藤竹松がバンドホテルを購入する。前年にヨーロッパで第二次世界大戦が始まり戦争の影が濃く。 なっていた時期だが、アメリカから日本経由で、欧州へ渡る外国人の旅行手続きを圧線したり、敵国同士の外国人宿泊客を握手させるといった経営方針で、地元新聞から称賛された。1941年12月の日英米戦の、開戦の後、1942年半ばにかけて、交換船に乗る、敵国人の宿泊に利用された後、 ドイツ大使館と契約を結び、ドイツ軍専用のホテルとなる。コックや医者がドイツ人になり、封鎖突破船や有ボートの乗組員が宿泊した。ドイツ駐留所としての営業は、1945年5月にドイツが降伏するまで続いた。なお、1945年5月の横浜大空襲では被害を受けなかった。終戦直後、疎開した。 竹松夫妻に代わり一時的に、長男、斎藤昇に経営が任されるが、連合国軍の進駐が始まるのと、ほぼ同時に接収され、従軍記者の宿舎となる。アメリカに対する反逆罪で投獄された、東京ローズこと相場、相葉、戸栗、滝野の記者会見は、バンドホテルで行われた。 ホテルニューグランドに遅れること5年、バンドホテルも1956年に接収が解除され、大改修を行い翌年4月から客室数60室で営業を再開。ホテルには港の異国情緒が健在で、1960年に公開された日活のアクション映画、無敵が俺を呼んでいるのロケ地に使われた。1959年、 斉藤武松が亡くなり経営が息子たちに引き継がれ、鉄筋コンクリート7階建ての新館が建設された。五木博市の横浜、黄昏はバンドホテルが舞台だと言われている。1968年には、次男、両の主導の元新館の最上階にナイトクラブ、シェルルームをオープン。ウィリー・オキヤマが支配人を務めた、このナイトクラブは、ブレンダリー。 プラターズといった世界一流のミュージシャンが顔を揃え、東京でも知られる有名クラブとなった。政財界のトップクラスの要人や、お忍びの有名人もテーブルを占め、一晩の売り上げはテーブル一つ分の方が、ホテル一部屋分より多かった。石田歩美の、ブルーライト横浜のブルーとは、シェルルームの青いネオンサインのことだと言われている。 跡地に立つメガドン・キホーテ山下公園店1982年には、休館を利用して、ライブハウス、シェルガーデンをオープン。若手ミュージシャンが腕を磨いた場所として有名で、桑田圭介、安全地帯、五代五、中部の前田信照、小崎豊が出演している。老朽化や、大型ホテルの進出により、徐々に、客足が遠のき、 1980年代後半の首都高速道路建設によって帳簿が失われたことが追い打ちをかけた。兄弟たちが相次いで亡くなったことで、ホテル経営が斎藤昇の元に戻ってきたが、前社長の抱えた負債から競売にかけられ、1999年5月25日の閉鎖後すぐに取り壊された。 跡地はしばらくはそのままになっていたが、現在では、目がドンキホーテ山下公園店となっている。ありがとうございます。